洋蘭の地に足垣白く馬の境に歩が進み、洋蘭の地に足垣白く馬の境に歩が進み。この国の辺地、語尾のあたりにピッチャーみたいに美しい勇気が一人いて入殿あり、小春では風よく晴れ、中国という国の子供たち春巻きはおいしいかい、食事はおいしいかい、春巻きは、小春では風よく晴れ、中国という国の子供たち食事はおいしいかい、春巻きは、そう風よく晴れ、小春では風よく晴れ、中国という国の子供たち食事はおいしいかい、春巻きは、そう風よく晴れ。諸の岬では東北東風力4雨072バー23度、漁師さんコンビナーさん、この空にてる山はどっかにないかしら。諸の岬では東北東風力4雨072バー23度、知らなかった郵便船という名前の船のあったことを、郵便船は今どこに。諸の岬では東北東風力4雨072バー23度、漁師さんコンビナーさん、この空にてる山はどっかにないかしら。海峡では沖の方から響いてくる美しい愛号という言葉、響きを聞いていた潮の岬だよ、潮の岬だよ、潮島であれ幼虫より、潮の岬では東北東風力が雨、パンシュートでは西風力はさ晴れ、12ミリバール12度、ほぼらしつでは風よく晴れ、ゴッドアンタラに住んでいたの流骨で影響を受けて霊感が狂ったの、半島半分に半分に半分に半島半島半分に似ていた半分岬にいて、涙はその紅の緑色の伏せ、プーイ緑色に染まってる山、サンサンズステップス。漁師さんコンピラさん、この空にとれまはどっかにないかしら。美しい着物を買って線になって走っていきます。美しい着物を買って線になって走っていきます。謎のようなお詫びの言葉なんだ。気象通報に紛れ込んでね、キーをお渡しください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 。漁師さんコンピラさん、この空にとれまはどっかにないかしら。美しい着物を買って線になって走って持っていきます。天丸、天ちょん、天丸、謎のようなお詫びの言葉なのだ。気象通報に紛れ込んでね、キーをお渡しください、キーをお渡しください。口天丸チョン丸はささやきすぎています。そこがキーステーションであるか地方局であるか私は知らない。ただ口口天丸天丸口、ウルプ島では風が国は亀17ミリバール12度、天丸口、漁師さんコンピラさん、この空にすればどっかにないかしら。長春では風弱く晴れて、そう天丸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 、風弱く晴れ、足をすましゆり揺れよ、足をすましゆり揺れよ、足をすましゆり揺れよ、赤信号は寂しく点滅している、赤信号はないでいる、赤信号はないでいる。この夏誕生するはずだった女の子よ、僕は消しゴムを使いすぎた、僕は消しゴムを使いすぎた、この夏誕生するはずだった女の子よ、僕は消しゴムを使いすぎた、赤信号が寂しく点滅している、赤信号はないでいる。ね、パピルス、郵便船の旗もして眠ってください、日記帳を消しして眠ってください、宇宙を消し、日記帳を消し、歩行を消し、宇宙を消し、消し日記帳を消しして眠ってください。ゆり揺れよ、足をすまし、ゆり揺れよ、この夏誕生するはずだった女の子よ、僕は消しゴムを使いすぎた、ねパピルス。
ある日電車が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 電車の電車の箱は空になるとき電車はその空の箱を振って揺れていた。電車が電車が電車が電車の箱が空になるとき電車は電車電車の空の箱を振って揺れていた。かすかにこのとき電車は電車電車の電車の箱は確実に確実に一個の零一個の電車の箱が電車が空になるとき電車が電車の箱が空になるとき電車はその空の箱を振って電車が電車の箱が空の箱を振って揺れていた。かすかにこのとき電車は電車電車の箱は確実に一個の電車は電車の電車は電車の空の箱を振って揺れていた。電車の箱は確実に一個の霊魂である。このかすかな揺れを覚えているのは泥酔してシートに眠っていた。電車が電車の箱が空になるとき泥酔してシートに眠っていたとき電車は電車の空を張って空の箱を振って泥酔してシートに眠っていた。男だけであったのかもしれぬ。男はラッシュアワーの夢を見ていたのでは。電車の電車電車が電車の電車が電車の箱になって揺れるとき電車は空の箱を言って揺れていた。ラッシュアワーの夢を見ていた。電車は電車の箱は確実に一個の一個の霊魂である。このかすかな揺れを覚えているのは電車が電車の箱になるとき電車は電車の空の箱を振って揺れていた。夢を見ていたのではなかったか。空になり次の瞬間次の瞬間扉が開くと電車は電車は電車は乗客は猛然に猛然猛然猛然と空の箱に空の箱に突入した。そのときもう電車は電車の箱を振って揺れていた。電車が電車の箱がかすかに空になるとき私には箱が電車が電車の箱が空になるとき箱が侵されているという印象があった。電車が電車の箱が侵されるということがある。電車が電車の箱が電車の箱が空になるとき電車はその空の箱を振って侵されるという印象がある。